主王は、九だらの、第30代の王、第29代法王の子。意味名は、あきら、三国維持王歴には、竹安氏、建兵の別名が伝わっている。随所には、与明らの名で現れる。朝鮮半島内での三国の争いは激しくなり、九だらに,においても、白木においても、高栗への対抗のために、随の介入を求める動きが活発となっていた。 武王は607年及び608年に隋に長考するとともに、コウクリ討伐を願い出る上表文を提出し、611年には隋がコウクリを攻めることを聞きつけて、先導を買って出ることを申し出た。一方でコウクリとの外交関係も維持しており、612年に隋がコウクリを攻撃した時にも、クダラが軍事的に隋に協力することはなかった。白木とは、 カヤ諸国の支配権をめぐって紛争が絶えず、602年8月には、出兵して、白木のアバク山城を包囲したが、白木のマッピーラ王の派遣した、騎兵隊の前に大敗を喫した。611年10月には、新城を奪い、616年にも母山城を攻撃した。618年に、新城は白木に脱回されたが、その後も、道場周辺での小競り合いが続いた。 隋が滅びて、塔が起こると、621年に、長江、624年には、大宝軍王、くだ王に錯誤されている。626年に高ウクリ・トウを結び、シラをたびたび攻撃した。627年には、シラの西部二条を奪い、さらに大軍を派遣しようとして、勇神に兵を集めた。シラのマッピーラ王は塔に使者を送って大僧に、仲裁を求め、 武王は、老いの鬼室福神を党に派遣して、仲裁を受け入れたが、その後も、白木との紛争は続いた。父の法王が混流を開始した、王教寺を634年に完成させ、また未六寺を混流した。在位42年にして641年3月に死去し、武王,王と送りなされた。党に使者を派遣してその死を告げたところ、大僧は、国境の儀礼を持って痛み、 武王には、後六大部の釈号が追造された。三国維持記異、武王上には、武王についての遺説が、芋同説話として収められている。ここでは武王は古朝鮮の武功王と混同されている。他、第24代東上王の白木との通婚、第25代、武姉王が、即位前に、増山地域を収めたこと、武王時代の弥勒寺創建演技説話など、 多くの時代の言い伝えが複合して形成されたものと考えられている。詳しくは芋同説話を参照。他にも行儀と同母の姉妹が4人いたという。ありがとうございます。